ここ日本だったかな。えらい世界の果てまで来た感じやね。あなたが思い込んでる日本は日本じゃないかもしれない。この美しさは異世界でしょ。海が見えてきた。その今ここ今この辺。うわー綺麗。うわー美味しい。いや美味しい。なんか感動的すげえ。すごいすごい。雄大というか大しか感じない。大。北海道旅行2日目です。朝目がまるっきり開かなくてコンタクトが入れられなかったので今日はメガネです。それではチェックアウトです。うん、じゃあ今からね。1階がねこの部屋を。うん作った人がやってるラーメン屋さん。朝ラーメンとか初めてだね。インスタントラーメンとかはあるけどね、うん、食べられるんでしょうか。これかなラーメン屋さん。朝ラーって書いてある。それではこちらのラーメン屋さんで朝ラーメンです。撮影としても大丈夫ですか。撮影をカメラで撮る YouTube なんですけどいいですか。やばい、もう腹減ってる。だから普段さ朝ごはん食べないんだけどさ、うん、やっぱり旅行中はなんか腹が減る。さあ果たして子供たちは朝から食べられるのか。一応あっさりとこってるけど、まああっさりしたけど大丈夫と思うけど、うん、朝からこってるちょっときついかもね、うん、おおはい、あっさり味噌でやります。きた味噌ラーメン。美味しい。あっさりしてる。うん、すっきりでめっちゃ美味しいかも。おお朝も全然いける。あちらの目がさ、うん、一瞬曇りはするんだけど爆速で曇りが取れてめっちゃうまい。すっきりして美味しい。全然朝からいける感じ。朝はラーメンと思ったけどこれのは全然いける。ねえ美味しい。美味しい。よかった。本当チャーハンやね。そっちは本当にチャーハン、うん、チャーハンチャーハン。おにぎりにしてくれるのはありがたいね。食べやすい、うん、ここからは釈端の方行ってカムイ岬を目指そうと思ってます。1時間20分ぐらいかな。トンネル抜けるぜ。おう。これ本当に日本か。カムイ岬。このなんか尻尾の角みたいなところ、もうすでに雄大感がすごい。うん、結構あるかもしれない。ここはね、20分。でもまあ行ってみよう。頑張るぞ。ここに来るまでも長かったやん。でかいよね、北海道。うん。あ、北海道を感じている。なんかあの見たことない植物が生えと思う、はあ、何あれカリフラワーみたいなやつ。カリフラワー。ちょっとカリフラワーっぽくない。カリフラワーみたいな花。おいでおいで。待ってくれ。めっちゃ綺麗だよ。待ってくれ。すごいすごいすごい。あそこは降りていくんだ向こうまで。あこっちも綺麗な景色。あそこの海だけなんかちょっと色違う。何何あ本当だ本当だ。あっちに行ってる人もいるんだけど。青いよね。青い青い。緑が綺麗。山が大自然がすごいぞ。イエーイイエーイイエーイ来たで。イエーイ。なんか女人禁制の門ってあるけど、じゃあ行けないよ。今は行けるらしい。なんやそりゃ。あの女の人は入っちゃいけないっていう普通の 大嫌いなジェンダー差別よ。うわーなんかすげえ。これやばいねこの景色。やばい。北海道の角ってこうなってんだ。角ではないだろ。青のりみたいで美味しそうなんだけど。女人禁制の地、カムイ岬。読める。念仏トンネル。あ、さっきのさ岩のとこだね。これ。あそこにトンネルがあるんだ。ここ見える。あ、見える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 。
飛んでる。わ、いや怖い。大丈夫かな。怖すぎひんかこれ。まあ落ちはないだろうけど。危険やな。絶景ってだいたい危険と隣り合わせやね。絶景の冒険って感じになってきた。こういう番組あるでしょ。絶景見るためにヒーコラヒーコラ行くやつ。めっちゃ疲れるやつやん。子供って作らない人っているんかな。あれが本当の北海道の尻尾。北海道の尻尾の実写化だよ。どういうこと。だってうちらが見てるのは北海道地図経験に載ってる北海道。これ戻るのも大変だぞ。単純にさ、登るだけじゃなくてアップダウンだからきつい。でも大体絶景ってこういうとこにあるけん。灯台がこんなあんなにでかく見える。もしかしたらなんだこれ。なんでこんなとこにこんな岩が。どういう生成のされ方これ。カムイ岬灯台着いたぞ。あれがカムイ岩。至るところにお金が落ちちょる。あ、ほんとだ。虫？どうしておりやっけ。はい、ニコニコ。はい、いい感じです。あれは果たして本当に尻尾なのかを検証します。まあ、散々尻尾尻尾と言ったけど嘘ついてるかもしれません。いや、多分ね、今これやろ。かもここだぜ、多分。全然いいやん。尻尾じゃなかった。北海道がでかすぎるんだよ。感覚バグるじゃん、ね。北海道でっかい道だからね。わかる。この飛び出てる大きさがここやろ。苦笑するよ。もうほんとこの辺で見えてるの。なんでやねん。尻尾見たかった。ここだろ。角度的に無理だもん。こんなに我々ってちっぽけな存在だったんだ。待って、この飛び出てるもんってそんなちっちゃかったの。そうだよ。でっかいだ。雄大って本当こういう言葉、こういうとこで使う言葉なんやろね。全国で一番さ、でも面積がでかい都道府県って北海道なんかな。そうやない。でかい、ちっちゃいの どこだと思う。鳥取ちゃうで。どこで。香川。あ、香川なんだ。今ね、すーちゃんなんか地理でいろいろ習ってるからね。めっちゃ知ってるね。めっちゃ詳しい。ここにカフェとかあってもいいじゃん。ねえ、ちょっとね、休憩スポット欲しいけどさ。でもいろいろ運ぶの大変そうやん。カフェの店員さんも毎朝地獄だね。鹿児島の滝ではさ、各地にね、休めるスポットがあったんだよね。なんだけどね、ここは結構スパルタスポットだね。帰り道が見えるけど、めちゃめちゃ帰り道が細く長い。あれから来た。あれを来たの。ここ日本だったかな。えらい世界の果てまで来た感じやね。すごくね。これ晴れてたら本当最高だっただろうな。それではね、ソフトクリームを食べたいと思います。帰りの方がさ、上り坂が多くてきつかったね。これほら、しょこたん、しょこたんじゃない、しゃこたん。しゃこたんブルーソフトクリーム。あ、なんかでもミックスもあるな。何味なんだろう。ミント。ミント？ミントなの？最高じゃん。マジでミントや。新紙幣使用できます。はい。うまい。うまい。プレミアムミントが入ります。すごい液体入れてるよ。青い青い。あれね、海から汲んできた。シャコタンブルーを汲んできて。今日 の、 あのラーメン屋さんの人さ、シャコタンブルーはなんか飲めそうとか言ってる。飲めそうなぐらい綺麗って言ってた。ありがとうございます。さあさあさあ、中より外の方が気持ちいい。うん、さっき車の中で食べたミートの残りがのせいでより冷たい。あ、ここ座るとこあるけど、あそこ行かない。ウノ落ちてる。うん、なぜウノ。大自然の中に現実が。実は結構一日に何か隕石落ちてるらしい。地球に？うん。日本にも？いや、そもそもぶつかる前に消えるとか。なるほど。溶けるな、これ。すごい溶けるの早い。寒いから溶けるの遅いって思ってたけど、絶対そんなことなかった。これ信じられないほど溶けるの早い。すーちゃん、やばいやばいやばい。垂れてる、めっちゃ垂れてる、ここ。なんでこんな垂れるんや。あの、ここ周りのここを舐めてごらん。今からクラムに向かう。結構な移動距離があるけん、
あ、途中サービスエリアかどっか寄って休憩しながら行かんかな。富良野まで何時間？途中休憩したとしてもまあ4時間ぐらいじゃない。4時間北海道マジでめちゃくちゃでかいね。これ逆方向なんだよね。札幌通って反対側だもん。富良野までは長いドライブになりそうです。小樽、神井岬、富良野の総移動距離はなんと 283km。 ちなみに東京と名古屋の直線距離が約 260km です。まさにでっかい道。神井岬からもすでに何時間ぐらい、4時間ぐらい運転してんのかな。もう4時間経った。4時間以上多分。1時ぐらいやったら向こう出たのがもう5時過ぎてるもん。いやーおべべお疲れだよ、うん、九州だったらどっからどこまでぐらいの距離なんだろうね。分からんけどもう何キロ走ったんだろう。しかったな、出せばよかったな。雄大というか大しか感じない。大とにかく大。おお、シカ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 、おおおお、まだシカだった。シカ、目の前をシカがわーっとって危ない。シカがわーっとって、カメラで撮れなかったけど。北海道道でしか出るの？今出たじゃん。目の前やった今。道路に横切ったじゃん。もうブレーキ踏まんかったら鹿が跳ねてるよ。めちゃめちゃ危なかった。危なかった。本当鹿を引くとこだったよ。ね。北海道の思い出で鹿跳ねたとか嫌だからね。本当よ。なんか鹿って思ったより鹿って感じした。あれ野生の鹿ですよ。でもさ鹿にさ分からせること無理じゃん。うん。もう仕方なくね。鹿だけに鹿だけにか。そう、君たちさいっぱい寝たから元気になったね。もうさ川上岬から2時間ぐらいはさみんな寝ててさシーンとしててもうペペ一人で今みんな体力回復してきた。着きました。富良野の超有名店ゆいが独尊さん、オムライスカレーが食べられるお店です。おいい雰囲気やね。ほんとログハウスみたい。こっち見て見てメニュー素敵じゃない。ダンボールで。あ、こういうことね。ダンボールって。そう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 、これもね YouTube で見た。ほらこんな感じなの。合言葉はルールルルって。これ言ったらルーのおかわり自由なんだって。え、北の国からであったじゃん、ルー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 ル。あー、はいはいはい。でも普通にルールルルで通じるらしいよ。どうせだったらね、ここでしか食べれんものっていうか。来ました、せっちゃんのオムライスカレー。え、ソーセージ乗ってるの？ほんとやね、トロトロじゃない？ほら、ほんとチーズが入ってる。オムソーセージカレーのお客さん。はいはい。じゃあ、じゃあ、こっちから行こうか。はい、ソーセージがぶっとい。違うソーセージだね。うん、違うソーセージ。一緒でお揃いで、はい、間違いないですか。おー、はい、ご飯残ってますと、カレーソースもおかわりができますので、はい、お、チーズが、うん、トロトロ。パパは、エゾジカ？エゾジカ、ちょっとエゾジカ食ってみようかな。さっき鹿に会ったのに。ちょっと独特な味がする。へ、牛でもない、確かに。でも、まあ、ビーフに近いというか、なんかうまい。ほうほう。ソーセージも自家製っていうのを聞いてて、うん、あの普通のソーセージじゃない。食べてみて食べてみて、これこれこれそれそれ、うん、おいしい。ね、超うまい。おぺぺがおかわりに向かっております。ルルルルお願いします。はい、お待たせいただければお客様ください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。完食でございます。よいしょ。着きました。ここも来てみたかったセイコーマート。じゃあここでね、あの夜のあのいろんなものを買います。夜の食べ物を買います。ちょうど静かなところ見れたね。ねえ、ちょっとカメラは一瞬間に合わなかった。着きました。今日もね、Airbnb で見つけた民泊に泊まります。なんとエレベーターがないパターン。どこまで上がれば。なかなか大変。
うん、なあ、部屋どこ202。お邪魔します。なんかお家感、涼しい。うおセット、あ、いいじゃん、お家って感じ。おお、思ったよりお家や、お家、うん、広い広い、くつろげるね。あ、いいね、いいね、いいじゃん。じゃあ必要ルームツアーしてください。わかりました。キッチン、あ、キッチンですね。そしてリビング、ここがリビング。広いね、リビング、寝る部屋。そして寝る部屋、やった、寝室が2つ。いいね、いいね、いいね。偉かった。疲れた。うん。寝心地はどうだい？ええんちゃう。じゃあこちらがセイコーマートの購入品です。これはね、初めて見た。北海道限定かな。セイコーマートはメロンパンが有名ということだったんで、メロンパン買いました。あとはね、パパがビールを買ってます。そして、北海道バターチューのポテチと、これは土の大好物、どこに行っても食べてます。丸ごと紙フラの生ビール、お、いい色。うん、北海道バター醤油、九州醤油とどう違う？なんかその地域限定のやつ多くない？多いね。パフェが酔っ払っとるか。バターの香りがする。分かってるね。分かってるぜ。どう？北海道のバターはめっちゃ美味しい。充電スポットはえらいことになっと。着いたね。着いたね。一番行きたかったところだ。おお、いい天気や。もともと今日はさ、天気悪いようなところだったんだけどさ、これも日頃の行いかな。そう、その陰かすごい空いてるよ。すごい空きれい。見える見える、うっすらと見えるぞ、隙間から。わあ、すごい、これはやばいやばい、すごいすごい、綺麗。こんな感じです。池だけにさ、波がないからさ、すごい鏡面になってる。なんでこんな青いの？なんかの成分。この水自体は透明で、目に見えない成分がこの水の中にあって、それで青く見えるだけなんだって。なんとかかんとかの成分の部分を忘れた。バチバチ予習してきたっちゃけどね。うん、本当に青いね。青い、本当に青い。笑って笑って、すごい、すごいね。こっちよ、こっち。これはなんかポストカードみたい。ポスターになるよ、必要。ポスターみたい。いや、このさ、山の景色も素晴らしいね。素晴らしい。向こうも青い。川が青い。あっちの川。これあれか、白ひげの滝に繋がってるのか。あ、そうそうそう。その、この水が流れ込んでできた。青い。すごい、これ。なんかスチオがジブリの主人公みたいに。へへ。ポテチって地域限定のやつあるよな。さっき食べたね。あ、さっきじゃない、昨日食べたね。うん、北海道限定かな。北海道限定。スチオは目ざとく北海道限定のやつを見つけとったね。なんやった、向こう。ただ道がずっとあるだけ。ほんと日本と思えない景色だ。やっぱ日本だけどね。ほんとに日本かな。スチオ、そういう常識を取っ払ってみて。あなたが思い込んでる日本は日本じゃないかもしれない。この美しさは異世界でしょ。オーストリアのハルシュタットもすごい綺麗でさ、あれが今までママが見た中で一番美しい景色だったんだけど、
こっちとどっちがいいか迷う。うへえ、日本最高やから、まあ、向こうも最高やったけど、どっちも世界一でいいか。うへえ、かっこの泣き声が。どうする、ショップ寄る、喉乾いた。じゃあ青い池でも飲むか。せっかく来たけんね、ここでしか飲めないもの飲んどくか。せやな、せやな。牛乳と飲むよ。ことかな、ジャージーミルク。これさ、どう見てもさ、日焼けしてさ、色がおかしくなったさ、ポスターやん、これ。見事に青いぜ。ママが青池ソフトと、パパがちょっと食べんで。そう、そうだそうだ。で、八尾はくるもちゼリー入り。そうだ、へえー、ゼリー入ってるんだ。すーちゃん、牛乳どう？おいしい、おいしい。食レポお願いします。青い池の味がするのかな。さっき飲んだ池の味がする、うん、つなげねえだろ。あ、どう、青池の味したの、うん、青池の味する。え、なんか9? すーちゃん、ソーダ行ってみる。炭酸いけるかな。おっ。やっぱダメやん、炭酸。あっちは全然炭酸いける。あっちは結構コーラでもいけるもんね。で、おいしい、おいしい。何味？ソーダ。ソーダ。ラムネじゃない？ラムネ、ラムネ。ほら、ラムネよ。ラムネ？ラムネとソーダの違いってやる。ラムネ。ラムネ。白ひげの滝かな、白ひげか白ひげか分からんね。に着きました。あっちをまだ飲んでる。火山噴火が作った滝。あ、すでにマイナスイオンを感じる。すごいすごいすごい。わー、なんか絶景絶景。カメラ落とさないように気をつけてや。青いね、ほんと。下この水が青池に流れ込んでる。向こうの方が青いからさ、あっから流れてるやつが青いっていうより、まだ向こうの方にあるんだよね、青いね。そうかもね。滝から流れてきたのがここを通って青池の方に流れてると。すごい、この景観が。さっきさ、写真いいですかって言われてさ、あ、一緒に撮るのかなと思ったらさ、普通にスマホ差し出されてさ、うん、ああ、撮ってくれてる。そう。どういう反応したと。ああ、どう、いいですよって。おゆみは自分と一緒に撮ってほしいと思って、うん、うぬぼれ撮った、うん、しかもなんか中国人と間違われたのがプリーズ、フォトプリーズとか言われたけどさ私が変な反応したけどさ、向こうは日本人、最初写真いいですかって言われて、ああ、みたいな感じで反応したから、フォトプリーって言われて、無理の反応がなんか変だったんやもんね。変やったっちゃろね。行きます。あ、出て出て下噛むなよ。上の顔がやばい。いいんじゃないかな。もう来てる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 。あ、落ちた。もうでけえ。この景色、北海道以外の何物でもない。すごいいい色。ほんと、もうとにかくこのメロンをさ、食べ尽くそうとしてさ、力絞りジュースやってんだけど、こんな感じ入ってるかな。それでは福岡に戻ります。さらば北海道、楽しい思い出をありがとう。